今日はね、クワガタが届きました。これね、ヤフーオークションで買ったんですけど、開けていきましょうね。よいしょ。あ、いた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 。これね、うわ、丁寧にくるんであるな。よいしょよいしょ。あ、はい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 。これね、ワイルドビンとかの扱いの時に使う梱包のちっちゃいボトル。うわ、丁寧にやってはるね。これ綺麗なラベルついて、これこのまま貼っとこうか。開けてみますね。これね、よいしょ。ほい、出てきた。おほー、かわいい。これ虹色クワガタノーマルカラーです。まあ今時ね、虹色っていろいろ綺麗な色の血統が出てますけど、僕一番好きなノーマルなんですよ。このノーマルがやっぱ一番ええな。虹色ってさ、もう飼育再開して、まあ常温管理ではあるんですけど、そんなに失敗する虫でもないだろうと思ってたらね、なんかね、結構失敗するんですよ。産まずに死ぬとかね、あれ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 と思って、いや何分にも業者やってた頃なんかさ、虹色クワガタってもうそれこそ F4 からさ、F13 ぐらいまで一回も買い足しせずにインブリードでやってたから、F4 から F13 ぐらいまでですよ。結構続いたよね。まあそれで、そのブリーダーやめたから手放したんだけど、まさかさ、何回も買い直す虫だとは思わなかったよね。これ、ノーマルカラーが好きなんですよ、僕。シコン系とかね、なんかピカールとか、すごい綺麗な血統いっぱいあるけど、僕はノーマルかな。これ、いいでしょう。ノーマルが。ちなみにね、虹色クワガタをブリード考えて、種親買う場合、ちょっとコツがあって、オスがね、50ミリ以上のオスを買うと、結構ね、産卵成功する。というのも、40ミリぐらいのさ、小型のオスってさ、プリンカップの400ぐらいでも作れるんですよ。メスもね、30ミリとか、小さいメスだったら、プリンカップの430とかでも、成虫まで持っていけるんですよ。だけど、それだと、寿命が短かったり、あるいは産卵せずに死んだりとか、いろいろトラブルがあることが傾向としては見られますんで、虹色を買うときはね、オス50ミリ以上だと、やっぱりちゃんといっぱい餌食って成虫になってるから、寿命も長いしさ、休眠期間も取れるし、で産卵も成功しやすいんですよ。まあこれ結構虹色に限らずね、割と色虫なんかはそういう傾向があるんだけど、幼虫期間にきっちりね、餌の量を食べて成虫になった虫はね、まあ、寿命も長いし、産卵も成功しやすいですね。アンタウスとかね、あとはまあ、中型のヒラタなんかは早めにかけたら対応できることも多いけど、まあそういうことがあります。はい。こんな感じでね、とりあえず来年の春にかけていこうかな。10月以下だから、まあ半年ぐらい寝てもらって、常温でやるしかないからね、4月の半ばから5月ぐらいにセットかけるとかね、考えていかないと。で、アンテマットだけでは安定しなかったから、ちょっと材入れてみたりとかさ、虹色クワガタってマットにも材にも産みますからね。材入れた方が安定するぐらいで。ベストな温度管理というか、自分がやってた温度帯はもう10年か23度ずっとエアコンかけっぱなし。
それで問題なくいけたんだけど、まあ、常温だからね、ちょっと勝手がわからんよね。まあ、オーストラリアってさ、12月ぐらいが、確か、あったかい時期だったと思うから、冬でもね、温度かければ、普通に産卵してくれるのが26ワガタなんですよね。これね、気になるでしょ。タイガーサラマンダーが届くんですよ。頭部ですね。頭部タイガーサラマンダー。最近カメとか両生類の方がなんかやってて楽しいっていう気持ちがあるんだけど。まあやっぱり自分の知らないことって何でも挑戦してみると、何がいいかって謙虚な気持ちになれるじゃないですか。知らないことばっかりだから、どんな情報でもやっぱり取り入れて、ちょっと試してみたいって思うしさ。謙虚な気持ちになれるっていうのが、やっぱり亀とか両生類とか、自分がその知らないジャンルに触れていくことの楽しみですかね。いや、クワガタ、カブトムシ、カナブン、ハナムグリ、まあね、こんな感じでさ、一通りやってますけど、何かこう、予定調和的になってくるというかね、寝る前の、まあ、シコシコみたいな感じで予定調和的になってくるから、それはもうちょっとあまり長く続けられる自信がないというのもあって、まあこれなんかね、結構種親に今かけてるやつですけど、虹色の子根系もやってますね。まあだから何もかもその、ある程度把握できてるっていう状態に、その、経験値とか知見を継ぎ足していって、自分の自信とかプライドにしていくっていう過程も大事ですけど、なんて言うんだろう。まあ、ちょっとおこがましいですけど、一通り全部それが済んでしまうと、今度はもう、知らないことに、手を出してみたくなるというかね。まあ、一つの挑戦ですよね。新鮮でね。何より。これ、ほら。亀とかさ、やってますけど。これも宮古島まで取りに行ってきた山石亀だけど。新鮮でさ、一つ一つが。そういうのも、まあ、関わっていく上でね、時期としてはあるのかなーといった感じですかね。まあもちろん国産オクワガタ一本で何十年っていう方々もいらっしゃいますから、人それぞれ関わり方あると思いますけど、まあ自分なんかね、一度辞めた人間ですから、完全に何もかも辞めたんで、また一からってなるとね、こういうちょっと、脇芽を振ってみたりね、それが楽しいですね。これはね、虹色のホワイトアイケット。ノーマルカラーのホワイトアイケットだから割と好みだし、何よりちょっと大事に続けたい血統ではあるんですよ。まあ、個人的な事情で。だけど2メスしか残らなくて、で、今でちょうど亀の保温球入れて20度か、と温度が低すぎるような気はしないでもないけど、まあ大事にね、いいマットと材使って産卵セット組んでいこうと思ってるんですよ。今ね、ペアリングにかけてます。オス57ミリ。まあまあいいサイズよ。まあ26ワガタってね、すごい好きな虫なんで、初めて見た時びっくりしましたもんね。こんなものが今飼育できるのかっていう形でね、カルチャーショックを受けたことがあるんで、まあ大事にね、細々とではありますが、やっていこうと思ってます。またよろしく。さよなら。バイバイ。